かお腹が空いてきました。ひょうたんひとつありまして、のこにたまごもあったとさ。おにぎりふたつ落ちてきた。はんてんよっつおてて、とあんよがはえてきた。かまぼこふたつ、くろまめちょんちょん、わりばしふたつでたべちゃおう。せーの、アイドルマスターシンデレラガールズ衝撃堂。はい、プロデューサーさん、こんばんは、こんにちは、堀優子役の鈴木絵里です。はい、プロデューサーさん、こんばんは、こんにちは、及川しずく役の野口優里です。はい、お願いします。シンデレラガールズ小劇場へ、小劇場へようこそ。私たちのお部屋へ私たちのルームです、うん、はい、この番組は、はい、アニメアイドルマスターシンデレラガールズ劇場を1ヶ月ごとにまとめて振り返っていこうという、はい、素晴らしい番組ですね。素晴らしい。いや本当こういう時間は必要ですよね。いや本当シンデレラガールズ劇場って、うん、見てるともうあっという間じゃない。そうですね、だから振り返られてすごい嬉しい、うん、はい、できるだけ多くの人と、あ、そうですね、共有していきたいと。共有したいこの気持ちを。そう、ね、いろんな人とね、はい、本当そうなのです。あのオープニングではあの、うん、ピニャコラタの絵を私たち描きましたが、しましたよ。ちょっと 見せましょうか、うん、じゃあ、ほぐちゃんから。私から。私、でも意外と意外とできてる。でもさ、なんかでもさ、あの眉毛がねこれ何、ね、あのピニャさんは眉毛がないんですよね。この今ここに正解のがありますけど、これはなんでこう、これなんだっけ、かまぼこの時に焦って眉毛にかまぼこみたいな感じつけてかまぼこ4つ、そしたら目がないってことに気づいて、あかまぼこ4つぐらいになっちゃったっていう。びっくりした。最初これがなくてこれを目なのかと思ってえ、怖ーって思って闇を抱えてるでしょよかったね、眉毛だったね。そう、そうなんですよ。鈴木さんは。私は、はい、じゃーん首がえらいことになってます。いや、ちょっとね、えらいことになってます。ちょっと、しょっぱなからなんかひょうたんって言われて、なかなかひょうたん見ないじゃない、普段。そうですよね、普段。ちょっと、どんなだっけって、焦り、うんうん、そう、ひょうたんへの焦りが出てしまいまして。めっちゃ戸惑ってましたもんね。これ、あの、焦りが出てますね、ここにね。でも顔は、顔はまあまあまあいいんじゃない、ちょっとね、近い、まあちょっと鋭利なかまぼこですけどもありますね。でもこういうかまぼこは売ってます。そうね、売ってる売ってる、うん、優しいね、のぐっちゃん優しい、そういうところ大好き。あ、本当ですか、うん、よかったね。でもこのピアは どんな声出るんだろうって、ね、この声帯からそうですね、ここね、詰まるからね、うめうめ苦しいピニャ、苦しいピニャです。かわいそうに、いや楽しいね。でも楽しいゆうか今日、うん、服装が、あ、そうなの、ゆっこちゃん実は、うん、ゆっこのカードにある糸電話、あ、糸電話、糸電話のカードがあって、うん、こういうね、こういうね、こういうねあるんですよ。お、ちょっとちょっとじゃあ全身実は揃えてるんです。いや、すごいんですよ。スプーンもそうなの、ね、これすごい巻くのに試行錯誤を。そうなんです、これはあの、うん、ファンの方からライブ後にプレゼントでもらった先割れスプーンなんです。なんかここにアルファベットで、本当だ、エリスズキって書いてるちょっとこの時じゃないとなかなか先割れスプーンって使わないから使ってみました。いや、ありがとうございます。見事な再現。いや、本当もう心も体もゆっこになりつつある。ゆっこちゃん、え、でもなんかさ、のぐっちゃんもさいや私はね、つなぎのみっていういや、もうあとつなぎのイメージだったからしかもあの、ピンクのつなぎが本当は欲しかったんですけど、やっぱなかなかなくて、なかなかね、すごいちょっとね、おしゃれなね。え、おしゃれ、ちょっと立ってちょっとね、こんな回ってー回ってーっていう感じですね。かわいい、はい、
そんな、すごい可愛い。ちょっと全然しずくちゃんに近づけない。私はもう牛にしか見えないそれはちょっと嫌だ牛にしか見えないなら嬉しいんですけど、しずくちゃんにしか見えない、ね、指輪も見つけてくれてありがとう、嬉しいわ。えりくんさんからもらいました。すごいんだよ、すごいよ。この指輪売り切れたらしいよそれの噂によると、ね、すごいね、売り切れたらしいんで、ありがとうございます、私が作ったみたいなありがとうございますこんなこんなで、そうですね、はあ、うん、宮城のライブも、いや宮城のライブも私たち盛り上がりました。盛り上がってね、ゆこちゃんと、そう、うん、私初参加だったんですけど、うん、ゆこちゃんといっぱい歌えて泣ける話いや泣けはしない、ごめんなさい楽しい話、いやでものぶっちゃんがさ初参加でなんか最後感動してもさ、あ、はい、泣きながら、うん、なんか下みたいにゆっくりだけど言ってるのを見ても感動したよね。そう、ありがとうございます。最後のお願いシンデレラでもちょっともう抱きつきに行ってもあ、ね、あ嬉しかった、セクシーギルティーでさユニットをやってるからそうですね、つながりもあったから、うん、一緒に出れてすごい嬉しかった。ファッションだしね、ファッションだし、本当共通点がたくさんあって、うん、結構あってね、嬉しいですよ。またねどこまで歌えたら、うん、いやー嬉しいな、はい、うん、はい、はい、ということでね、いや話は尽きませんが、はい、ではそろそろ私がコールしないと始まらないみたいなんで、すいません、ね、ま、待ってるみたいな感じで、そろそろみたいな感じ、ありがとう、ありがとう、教えてくれた、上手、上手、よかった、よかった、ありがとう。それではそろそろ始めましょう、はい、シンデレラガールズ小劇場スタートです。それでは最初のコーナーは感激トーク。はーい、さて5月のシンデレラガールズ劇場を感激してみて、うん、感激したことなど振り返っていきたいと思います、はい、ありがとうございます。すごい今日はめっちゃ褒め合う日、褒めてこう、はい、いや5月は5回放送がありましたので、うん、ゲームの方で見られる特別版と合わせて10本分放送されました。では第5回の放送から振り返ってみましょう、うん、投げてーよ投げてー、はい、あ、それですね、これは お花見の、お花見会ですよ、はい、わー、あの藤の花がすごい綺麗だったよね、とっても綺麗な映像で、うん、映像が綺麗だった、うん、なんかなかなか藤の花をなんかあの、うん、サエハンも言ってましたけど、うんうん、藤の花やけどみたいな感じで言ってましたけど、うん、確かになんか珍しいなって、珍しい、うん、なんかアングルがさ、うん、藤の花なんかからのカオルちゃんみたいな、なんかすごいいいアングルがあって、うん、なんかお花見した気分になったよね、あれで。なりました。しかもなんかそのカオルちゃんをしゅうこちゃんとさえちゃんがなんかこうおもてなしというか、なんかこっちへどうぞみたいな感じで、あ、これだ、そうやってるのがすごい可愛くて、いいよね、この構図がお姉ちゃんと妹みたいな感じでね、うん、とっても可愛いです、可愛い、うんうん、これはいいな、いや、いいでもカオルちゃんなんかちっちゃい子を見るとやっぱ癒されるね、癒されますね。しかもなんかずっとさアドリブというかさ、ずっとさ、わーいお花だってずっとずっと言ってるからさ、からしかもこれあれですよね、いいアニメオリジナル回なので、あ、そっか、そう、漫画ではないあからなんかね、皆さんも貴重ですな、ね、より楽しめたのではないかと思いますね。うん、花見はしましたか、エリピンさん。今年、うん、今年ねえ、わざわざ青森まで行って桜祭りを見に行きました。すごい、うん、でもね結構やっぱり混んでて、でもやっぱお花見の醍醐味って人混みでもあるなって思ってて、うん、あ、そうですね、うん、すごいすごい綺麗だった、うん、いいな、今年はお花見、今年はしなかったんですけど、うん、去年、うん、去年あのしたんですけど先輩とかと一緒に、うん、けどなんかお花見のシーズンが微妙に過ぎてて室内に桜を飾って嘘
お花見をしました。セルフで？セルフで。すごい。桜の枝をこう、さって、瓶に刺して、これでお花見だっていう。そっか。うん、しし茎がなくてもいいんで、茎っていうか、幹がなくても。幹がなくても、花さえあれば。そっか。なんか、男前だね、なんか。ですかね、花を刺せば花見じゃみたいな。そう、花見じゃっていうね。そうなんですよ。皆さんもやってみてください。あ、次は、これはゲームの特別版の、おまけの回。わぁ。こめちゃん。ちょっと、ホラーとか大丈夫？いやー、あ、でも、結構平気な方かもしれない。あ、そうなんだ。へぇー。怖い話聞くのは全然。あ、全然。どうですか？いや、ダメ。あ、ダメなんですね。ダメで、なんかさ、宮城のツアーの時に、うんうん、なんかバスの中で、チョコタンがリアルコウメみたいな感じで怖い話してきて、普通に怖くて、なんかあの広い楽屋の中で一人になったら怖くて、外で待ってた来たもん宮城で。まあ確かに、あ、結構楽屋広かったんで一人になると確かに怖い。広いし、でもなんかお隣がさ、ちょっとパッ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 みたいな、あ、すごくなかった？本当ですか？あれ私だけ？怖い。え、怖いなそれ。でもチョコタンにそれ言ったら、あ、するよね。え、何その二人。え、怖くて外で待ってたら、大空さんが来て、あ、ちょ、あーって。え、どういうこと？そらそらが来てくれて、一緒に入ろうって。あー、なるほど、よかった。怖いから一緒に入ろう。いや、こめちゃん。そうか、こめちゃんは確かにどんな話してもワクワクしてましたからね。大好きなんだね。大好きなんだ。かわいい。かわいい、このワクワクしてる顔。でも、プロデューサーの顔がさ、ちょっと、切れてるの、ちょっと怖くない？逆に。確かに。こうやって、近づいてくる。みたいな。かわいい。かわいい。あ、これ、予告。予告は、そうだ、これ。ですかこれ。次の予告のあれですよね。6話の。6話の予告。うんうん、あ、だから、温泉会？温泉会！わーお。これはね、かなこちゃん。あランコちゃん、かわいい。てか、かわいい。このバスタオルすごくないですか？まず。どうやって作ってるの？そう。どこで手に入れたのっていう。すごいね。オリジナルで作ってもらったのかな。うん、しかも、なんかランコちゃんのあの髪、うん、ヘアアクセあが、ちゃんとお風呂仕様になってて。あ、ほんとだー。かわいいと思って。ピッピッって。そう。すごいかわいい。かわいいね。羽のとこ、ハテナになってるの面白い。ん？どこだみたいな。あ、これはもう、ね、私ミオピーなので。お、ミオピーですか？ミオピーからしたもどうですか？いやもうごちそうさまです。ごちそうさまです、ね、いや彼女はやっぱりね、うんうん、ファッションなので、はい、なかなかこういう顔は見せないんですよ、うんうん、そうですね。まあ本人も見せないように演じているところも少しありましてですね。お、まあ、でもなかなかやっぱシンデレラガールズ劇場ならではの、うんうん、ならでは、はい、こういう演出、うん、こんなセクシーな瞳で、うんね、うん、ナイスバディで。なかなか見れないですよ。なかなか見れない。いやこれ、めっちゃ可愛い、もう。あの、あかねちゃんがさ、セクシー美味しいですか美味しいですかセクシー美味しいですかめっちゃ好きよ、ね、あれすごい好き。言い方、言い方よ。言い方素晴らしいですね。あ、りんちゃん。ほっこりしている。ね、この回のさ、楓さんが冒頭でさ、うん、ダジャレを言うじゃない？はい。あれってさ、アドリブっぽくない？なんか。ああ。なんか、川島さんの返しもすごい自然で。あ、確かに、はいはい。あれ実はアドリブなのかなってちょっと気になってる。ちょっと。確かに聞いてみたい。聞いて、本人に会ったら聞いてみましょう。楓さんに会ったら。ね。あ、かわいい。ああ。ニュージェネ。ニュージェネ、ね、かわいい。ニュージェネ。いいね。なんかここかけてくるじゃないですか。りんちゃんみたいな。うん、なんかその、なんかこう、かけてくる足跡、足音が、足音と、とみたいなのが可愛くて。そんな細かいところまで見てるの？いや、なんか可愛いなと思って。すごい、着眼点。着眼点。いや、これは DVD 買って見ないと。あ、そうですよ。もう一回見ないと。よ、うんうん。温泉はどうですか？入ります？温泉さん。聞いちゃう？ダメです。温泉、まあ、お風呂、あんまり、うん、あんまり、まあなんかちょっとめんどくさがりっていうか、服を脱ぐのがちょっとめんどくさい。まあまあまあ、わかります。言っていいのかわかんないんだけど、うん、入ってるよ。あ、いや、もちろん、入ってる。もちろんみんなそれはわかってます。よかったよかった。毎日入ってます。うん、もう、ちょっと、あー、辛いなって。辛いですけど。
まあでも私もあの長湯はできない方なので、あ、そうなんだ、気持ちはわかります。何分ぐらいだって、なんか大体20分ぐらい入ればいいみたいな話よく聞くんですけど、無理です。疲れるのが20分？はい、あ、疲れるのが20分ぐらいでいいってことか。わかんないですけど、なんかわかんない、か勝手に言ってる。いや、そうなんでしょう、どこの情報かわかんないですけど。そうなんで、信憑性あった、結構信憑性ありました。そうなんだ。でも20分は、まあ、疲れないですね。あ、なんでなんで、え、もうなんか熱くなって、結局その風呂に、うん、お風呂に入って温泉使って、うん、暑いって出て水のシャワーで。また冷やしちゃうんだ。で、出るんで、意味ないよ。そう、よくないんですけど、多分。そうなのかな、ね、どうなんでしょう、でも。そっかー。次は、話が変わって、ね、あ、特別版の6話。そう、かなでさんが。いや、まずこのメガネ姿が。あ、素敵。私、メモに。メガネすごい、かなでさんのメガネ、メガネ。いや、これ麗しい。いや、このアングルですよ。ちょっと朝日が、朝日が眩しいのか、かなでさんが眩しいのか、もうよくわからないって。確かに。いや、でもこれはかなでさんが眩しい。かなでさんですね、うん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 。オーラですね、これは。オーラがすごいですよ。でもさ、このちょっとさ、線が細くなる絵も急に出てくるから、またドキッとするよね。確かに、あの人、うん、さっきのやつだと結構丸い、可愛い感じだったのに、可愛らしいやつ急にこのからの、ね、うん、ドキッとしますよね。大人になった、大人の、うん、大人の色気、大人の色気、うん、こういうちょいちょいこう大人なやつを挟んでくるね、くる、シンデレラガールズ劇場。シンデレラガールズ劇場。いいですね、いいですね。お次は、あ、この話大好き。私も大好き。あーねー。これなんかもともとあのゲームで私読んでて、可愛いなと思ったら、いいよね、うんうんうん、アニメで、うん、ね、まさか見れるとは。ねえ、リカちゃん可愛いよ。なんかちょっとさ、他のアイドルよりミカはやっぱりプロデューサーのことちょっと好きなのかなみたいに、そういうところを出してくるところがまた、確かにちょっとね、いいなって、ドキドキして見てて、うん、お部屋もすごい可愛いよね。可愛い、うん、さすが。さすが。カリスマ。カリスマ、さすが。なかなかこんな部屋、いいな。いや、女の子の憧れですよ。ね、うん、詰まってますね。え、プロデューサーあげちゃう？あげちゃう？プロデューサーをお部屋に。ね、あげちゃう。私もびっくりしました、それ。まあ、そんな感、なんていうの？そのぐらい親しい仲っていうね、うん、うことなのかな。お次は、キラリちゃん。あ、キラリ。あ、私、なんかさ、うん、この話数で気づいたのがさ、うん、キラリのセリフが本当に、ニョアだけなんだよね。そうですね、この話は。そう。ニョアだけで、喜怒哀楽を表現するレイちゃんもすごいなーって。すごい、ね。だって最初めっちゃニュアーで、うん、もうなんか違うなみたいなのがもう伝わって。ね、いやー、微妙なね、ニュアンスが。うん、かわいい。すごい。わー、うん。すごい、確かにすごい可愛い髪型なのに、もう寝るだけって。もったいない。もったいない。もったいない。このまま明日に持ち越せないかな。ね、確かに。あー、ももかちゃんが。ももかちゃん、かわいい。この話も大好き。大好き。もう、やっぱちっちゃい子。うん、ちっちゃい子。ちっちゃい子癒されちゃう。ね、うん、ダメだね。かわいいね。しかもね、うん、頑張ってコーヒーを飲むっていうね。今日は紅茶じゃないっていう。紅茶じゃない、うんうん、遅くまで起きてたい時とかって、どうする？頑張る。頑張る。おー、頑張る。思ったよりもう根性論だった。根性論。頑張るしかね。そう、コーヒーとかね、どうですか？いや、コーヒー私すごい好きで、そう、あの、結婚したい人がコーヒーマンっていう格の。そうなんですか？そうそうそう。え、コーヒーをうまく作れる人？え、どういうことですか？てか、なんかもうコーヒー豆の頭してて、疲れた時には、一杯どうって言って、コーヒーを渡してくれる、コーヒーマンっていう架空の人物がいるんですけど、そのぐらい、コーヒー大好き。ちょっとあんまね、触れないでおきましょう。ちょっとすいませんね。もしくはカットでね、ちょっと。そうですね、ちょっとね、エリクノさんのためを思って。ありがとうございます。マネージャーさんみたい。かわいい。似ている。あ、これね、すぐ寝落ちしちゃう。
でもわかる、小さい頃はすぐね眠くなっちゃう、うん、ああ眠くなっちゃう。そう、11時が深夜だと、あ、深夜か何だろう、でも微妙だよね。そう、10時以降はもう眠い時間みたいな、うん、あ、そうそうそ う, そ う, そう、怒られたもんね、遅くまで起きてたらね。怒られちゃったから、うん、だからももこちゃんは正しいそうよ、うんうんうん、健康的な女子ですよ。そう、本当に、うん、あ、そうだ、うん、この回全体的に部屋着というか、そうです、ね、女の子の部屋みたいな感じだけど、うん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 、え、まぶっちゃんは普段どんな服装で寝ているの？そうですね、私は聞きたいな。だいたいジャージ。え、ジャージもう高校の時とかの、じゃ、た、もう名前も刻まれてる。嘘嘘ちょっとね、うん、本当はね、あのキラリちゃんみたいな、ああいうあのふわもこね、ピケ的な感じの、そうそう欲しいんですけど、うん、なかなかね、やっぱジャージで寝ちゃう。どうですか、エリチュノさん。私はね、すごいね、ここにパワーオブスマイル作ってあの、あ、はいはいはい、キャッスルとか書いてある、キャッスルとか書いてあるやつ書いてある。愛がすごい、愛がすごいすごい、そう、要は T シャツ、そう、 T シャツを着てます。まあジャージですね、ジャージですね。もう最初から言ってください仲間じゃないですか。仲間、仲間ですよ。はいね、まあ楽なんだよね。そう、そういうのね、楽楽、結局ね、うん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 、あ、来ましたよ、ちっちゃい子、ちっちゃい子来た、ちっちゃい子来た。いや、このね、このミリアちゃんはね、うん、やばい。やばいね。いや、確かになんかあの、千尋さんが、うん、こんなキラキラした目で見られたら、なんか水遊びしちゃうじゃないですか、うん、みたいな言う、ね、そう、言うじゃないですか。うんうん、そう、しかもこの千尋さんに、すごい楽しかったよって言ってる顔が、うんうんうん、やばい。やばい。かわいい。でも、もよちの芝居が本当に、いいなって、もうね、もう、なんかもう、あー、もちもちしたい。もちもちしたい。もちもちしたい。そう、なんか、ミリアちゃんもそうなんですけど、あの、顔の、なんだろう、表情の動きが、すごいいっぱいあって、うん、あ、いっぱい。なんかこう、プルプル、ほんとにプルプルしたくなる。プルプル。触りたい。プルプルしたくなる。プルプルってどうやんのなんかこう、プルンみたいな。ほっぺ、プルンみたいな。プルンプルン。そう、かわいい。はぁ。でも、ふにってしてて。ねえ、ね、うん、いやー、最高です。眼福です。ありがとう、ね。ありがとう。ありがとう、シンデレラガールズ劇場。劇場、ありがとう。続いてのコーナーは、5分でできるかなー、イエーイ、おー、息ぴったり、シンデレラガールズ劇場といえば、元は漫画ですね。はい。はい、そして、5分枠のアニメ、うん。ということで、2人で漫画を5分間で、はい、描きたいと思います。はい、5分で。5分で。ルールはですね、はい、1人1コマ担当で、はい、2コマ漫画を作ります。テーマ、テーマは、はい、ゴールデンウィーク。おぉ、あ、なるほどね。1人で5分じゃなくて、うん、2人で5分なので、同時に書き始めないと間に合わないかもしれない。わかりました。できるだけ急いで、うんうん、はい、はい、ということで、じゃあなんか内容、内容どうしますかね。ゴールデンウィークか。ゴールデンウィークって普段どんな過ごし方をしている？どっか行ったりする？私逆に行かない。え、家に？なんかそう、近場で。ああ。そう、あのゴールデンウィーク中の電車めっちゃ空いてるんですよ。なんで？やっぱほらみんなね、どこか行ってるから。そうなの？そう。へえー。そうなんですよ。そっか、気づかなかったあんまり。そうだからなんか、うん、なんか得した気分に。あ、そうだね。ラッキー。そう。いや、まあ本当はね、どっか行ければいいんですけど。そう、行けたらいいね。でもなんか仕事柄さ、はい、ゴールデンウィークは関係ないじゃん。曜日で結構動いてたりするから。確かに。あんまり電車とかなんかそんな意識してなかったかも。あんま行かないな。本当ですか、うん、あんまり。どこも、どこも行かない、どこも行かない、いつも通り、いつも通りに過ごす。そう、ニュースで、あ、ゴールデンウィーク終わったって聞いて、あー、わかります、それみたいなね。へえ、じゃあ、うんうん、私たちはあんまり遠出しないから、せっかくだから、はい、せめて漫画は夢を持ってどっかちょっと、あ、どこか行きますか、行きたいね、一緒に漫画の中で。そうだね、漫画の中で、うん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 、私たちの遅れたゴールデンウィークを、遅れたゴールデンウィーク取り戻しましょう。はい、そうしましょう。あ、じゃあ、うんうん、
わかった。何ですか？ゆっこの、テレポーテーションを使います。お、そして、牧場に行こう。まさか、及川牧場ですか？及川牧場に行こう。いいよ、ゆっこちゃん。頭いい。イエーイ。素晴らしい。降りてきました、今。降りてきました、ね。降りてきました。うん、サイキック。サイキックで、今。ムムン。ムムムンしたら降りてきた。及川牧場。いいです。え、じゃあ、二コマで及川牧場に行きますか。うん、行って、うんうん、え、じゃあ私、テレポーテーションかから、私が。で、牛さんが、じゃあ、ゴールデンウィークで、うんうんうん、みんなこう、お休みしてるみたいな。せっかく行ったのに。みんな寝ちゃってるって。セクヒルっぽい。ぽい。そういうオチはどうですか？いいですね。あ、じゃあ、そうしましょう。じゃあ、ちょっと大量にじゃあ牛さん書いてね。ちゃんと。そうですね、5分内で。そうそう、牧場だからちゃんと。うんうんうん、やっぱ2コマだから情報量多くないとやっぱ伝わんない。そうですね。頑張ろう。頑張ります。頑張ろう。はい。それでは、いきますよ。はい。5分でできるかな？スタート！はい。牛さんね、ちょっとね牛さんね、そもそも絵得意なの？いやあんまりかな。あ、牛さんその指輪にいる。あ、それ見て描ける。この一コマでしょ。これ割ったら二コマになっちゃうもんね。ここで表現。ちょっとね、この牛のね、模様がね。ちょっと待って、時間かかる？牛の模様が難しいですね。ええ、もう1分？え、嘘、嘘でしょ？嘘だ、嘘だ。私、こんなに人生で牛描くことあんのかな。でも待って、意外とうまいかも。本当？っていう感じ。もしずくちゃんが描けない。あ、そうだ、描かないと。え、しずくちゃん、やばい。え、え、もう2分？早いよ、早いよ、早いよ。牛はね、描き慣れてきた。さすが、謎に牛を描き慣れるっていう。あ、やばい、どうしよう。テレポーテーションをどうやって表現しよう。やばい、筆が止まった。あ、ちょっと待って、ゆっこちゃん、ゆっこちゃん、ゆっこちゃんの服。早く止まった。やばい、しずくちゃん。待ってね、待ってね、待ってね、待ってください。あと1分。やばい、あと1分。やばい、やばい。余裕って思ってたけど全然時間ない。色も使いたい、色も使いたい。30秒。やばい、やばいやばいやばい、嘘。あーあーあうわうわ、終わった。終わりました。5分あっという間。あ、なんか疲れたな。疲労感、疲労感が。じゃあ最初はエリピョンさん。じゃあ二コマ漫画を発表していきましょう。うん、あれ同時ですか？一コマ目。一コマずつ。はい、じゃあ一コマ目こちらです。はい。なんて言ったの？一コマ目。一コマ目こちらです。じゃじゃん。ん？フルメイクだ。そうだ。そうだ。牧場へ行こう。及川牧場へ。テレポーテーション。すごい。ふさまたて。あ、すごい。こうしてテレポーテーションテレポーテーションしました。しました。じゃあ2コマ目。2コマ目じゃあ、ね、あ、牛、牛、
すごいいっぱいいる。そう、牛を寝ていたって、なんかもうオチを書くっていうね。ボーカル出ました。言葉で説明してる。もうあーもう入ってる、すごい。サイキックだー。ちょっとびっくりした顔してる。本当だー。わあ、え、うまい、牛うまい。本当ですか？うん。そうなんですよ。こんな感じで。ああ。全員似てるっていう。いいじゃん、すごいいいお家。え、なんか、これいいですよね。意外と。いいね。意外と。あ、こうなったらいいんじゃない？あ、そっか、こうなったらいいのか。シュ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 。すごい。よくない？でも、あんまり。色を使ってないのに、この表現力、すごいと思う。確かに。かわいい。ねえ、よく言えば、確かに色つけたかったな。ね、牛はもう、これでもう。白と黒でね。完成してるから。どうしたのこれ。どうしたのこれ。これ、ちょっとね、焦りすぎて。手から入ってるじゃん。あれ、ほんとだ。これ何してんだろう、私。なんだろう、覚えてない。謎が深まるで、これ。はーい。ありがとうございます。いやー、なかなかちょっと楽しかった。そうですね。です。これはどうなるんだろうね。この絵はどこへ行くんだろう。どこへ行くんだろう。わかんないですね。謎ですが。ということで、5分でできるかなでした。はい、じゃあ続いて8話から振り返っていきましょう。はい、はい、こちらですね、メイド感ですよ。うわメイド好き。ねえ、可愛いですよね。いい、また照れてるツンデレな女の子って、あ、可愛い。めっちゃ可愛い。ちょっと偏った知識。そうですね、なおちゃんならではの。かっこいい、このアングル。うん、かわいい。やっぱツンデレの子がやるメイドさんって、なんでこんなにかわいいんですかね。いやー、絶対だって自分からしない格好だもんね。あ、そっか。ちょっと着させられてるっていうね。そういう。照れもあるから。そう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 。かわいい。メイド服ってだって着る機会なくないですか？ないですよ。着たことないですよね。ないです。ないですよね。でもメイド喫茶は行ったことありますよ。お、本当？はい。本当に美味しくなあれってやってくれるの？やってくれます、やってくれます。友達と行ったんですけど、すごい気さくに話してくれました。こんにちはって。こんにちはみたいな。いや、かわいくて、なんかドキドキしちゃって。キュンってしちゃうの。キュンってしちゃう。やばい、惚れてまう。惚れてまう。いやー、これは和装メイドさん？あ、なんですか？巷で有名な。巷で有名な。はい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 。いやー、いいですね。アナスタシアがまた和風っていうね、そのちょっとギャップも。しかもこのなんか、この表情で、このポーズなんかめっちゃ可愛い。猫ちゃんみたいじゃない？なんか。いやあ、のりこ！あ、のりこ！何を隠そう、のりこ P。のりこ P！ のりこ大好き！のりこ P！ のりこちっちゃくない？そう。なんかね、私もこのアニメで見て、なんか、より、なんか、あれ？こんなにちっちゃかったっけみたいな。ね、140センチ台ぐらいの感じするけど。めっちゃ可愛い。え、のりこのどこが好きなんですか？なんか、聞きましょう。まず、まあでもドーナツを愛してることは、なんか前提としてなんですけど、なんかあの、語尾とかがちょっとなんだろうな、なんかこう、コロンって感じの、なんて言ったらいいんだろう。なんて言ったらいいんだろう。ちっちゃいんだよ。なんかね、語尾がね、すごい可愛いの。そうかなーみたいな。なんか普通に悩まないで、なんか明るく悩むみたいなところが、すごい可愛くて。そう。明るい子なんです。あとね、やっぱり私、ポニーテールの女の子が好き。つまり、そう。ゆっこちゃんもすごい好きなんですよ。そうなのね。でも、いいよね。のりこのポニーテール、元気出る。出る。本当出る。ね、なんか、くるんってなってるのが可愛いよ。あと、あ、この髪飾りはやっぱあの和装なんですけど、いつもあのドーナツっぽいシュシュ、あ、みたいなのをしてる、してて、もうどこまでドーナツ好きなのみたいな、可愛いみたいな。そうでも一日何食食べてるんだろうね。もう本当に与えたい。
ドーナツを与えた名言出ました。のりこに、のりこ、のりこに大好きかよ、大好き。ああうずきちゃん、あもううずきとメイド服はね合うね、やっぱり正統派って感じがする。 いやほんとミオピーじゃなかったらうずきピーになってた私は。あら、うん、そうなんですね。うずきはほんとかわいいよ、アイドルの鏡鏡ですよ。ほんと鏡ね、かわいいよ。でもミオちゃんもすごいかわいい。あなんかミオちゃんはこういうあのメイドさんの衣装とかもノリノリで着そうですよね。あ着そう今日はメイドなのみたいな感じでよし、そうそうミオやってやりますよみたいな。そうそう、なんか ねそれがなんか想像できる、かわいい。ショートカットにメイド服も結構いいね。いいですね、うん、しずくちゃんメイド服着たら意外と、あ、どうだろう、どうだろう、あ、どうだろう、見たい見たい。でもしずくちゃんも何の抵抗もなしに着そうですね、うん、あ、そうだね、今日はこれですかみたいな感じで着そう。意外と天然なところちょっとあるからね、うんうん、ミルクをね、紅茶に注いでほしい、ね、そう、確かに、うん、あ、これは特別版のしきにゃん、しきにゃん、しきにゃんはね猫ちゃんみたい。いやもう猫ちゃんですよとか言って、ね、猫ちゃんなのかな、猫ちゃんじゃないけど、なんだろうね、あのなんか、なんだろう、髪の毛のアホ毛、とか、このピュンってなってるところ、そうそう、なんかこう髪の毛もふわふわしてて、あすごい可愛い。あと なんだっけ、匂い嗅ぐときに、あ、うんうん、くんかくんかそれ言ってるのがね、そうめっちゃ可愛い、面白い、うんうんうん、ピちゃんプロデューサーさん、ね、普通に先生みたいになってね、お医者さんみたいになって、ね、白衣をね、うん、かわいいな、ね、でもちょっと怪しいね、だって あの部屋でさ、うん、新しい調合をしてさ、なんか匂い、ね、嗅ぐと眠くなる匂い大丈夫かな、うん、大丈夫かな、そうですね、うん、なんか好きな匂いとかある？私は、うん、あの柑橘系、おー柑橘系、そうだからなんかいつもレモンの香りとか、あそういうのよく買っちゃいますね。いいねいいね、癒される柑橘系。私も柑橘系かな、うんうん、なんかやっぱさっぱりしますよね、うん、さっぱりする、うんうん、なんか好きな匂い、好きな匂いってでもあんま考えたことなかったな、うん、柑橘系だね、そうしよう私たちは柑橘系、ほらパッションだし、あそうだ、ミカ、ミカ、オレンジ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 、レモン、レモン。さあ、来ましたよ、来ましたよ、この回が。うわー、もうちょっと興奮しちゃう。どうですかね、これはもう。やばくないですか、この力の入れよう、本当に。ね、なんか、うん、ここだけアニメが違うみたいな。ね、アニメじゃなくてね、ドラマみたいな。うん、ドラマ。しかも、あの、ナレーションもね、あの、すごいダンディーな。うん。うん、そうなんですよ。セクシー&ギルティーって、ね。かっこいい。かっこいい。いや、この回だけ、うん、シンデレラガールズ劇場っていうタイトルが出ないらしいんですよ。知ってました皆さん。気づいてました。すごいですよね。うんうんうん、これは何なんだと。もうね、あの、笑いが止まらない。いや、ほんとめっちゃ面白かった。もうね、ずっと何してんのっていう。なんでいいぞ、セクシーギルティー。いいぞ、思ってやれ。そう、思ってやれ、みたいな。いやね、あのね、アリスちゃんもね、うん、すごいね、あの、可愛くて、ね。あの、萌え袖ね。萌え袖、ね、萌え袖に注目。でも本人はね、至って真剣だから。そうだよ、真剣にやってるから。そう、すごい。そう、フレちゃんもね、いつも通りの、あ、フレちゃんじゃない、公女、公女。公女、公女。そうですよ。公女。襲われ、あーこの二人。そう、どうした、どうしたどうしちゃった。もう、水木さんとね、うん、秋さん、ほんと。すごい。ね、手強い。いや手強かったですよ。勝てる気がしないね、ねこの二人が。セクシーギルティー。うん、いや、これ、あの、タイヤが見えたあたりから、うん、しずくん。まさか。あれまさかの、トラクターくん。しかも、しずくんのこの顔が、この顔が、さも当たり前かのように運転して乗ってくださいって。意外と早いんですよ、とか言って。フレちゃん、普通に乗ってる。本当だ、本当だ。あでもね、この後すぐにボーンみたいな。まさか平和な世界に爆破が起きるとは、ね、いや思わんですよ。いや、ちょっと。ほんとこんなのどかなね。ね。うんうん。いや。わかるよ。まあ、二人はなんかわかるよ。戦いそうだよ。うん、
しずくちゃん、これでどうすんのかな。ね、ほんと。これ、どうやって戦うのこれで。いや、もう戦うとか、うんぬん、牛乳みたいな。で、宣伝してるのかな。とりあえずね、牛乳はやっぱね。宣伝してんのかな。お立ち台がちょっと面白いですね。木箱ですね。いや、ほんとこの、でもエンディングがさ、この回がさ、前回までエチュードは1曲だけだったのが、なんとね、猛烈夜直し、ギルティにね、ですよ、出してもらって本当に。いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいい。なんかあの曲めっちゃ面白いですけど、なんかこうエンディングで流れると、なんかかっこいいみたいな。かっこいい本当、あのなんか絵もね、あえて顔を見せないで、体をこう。そう、セクシーギルティのボディーライン、ね。ボディーラインを。スーンってね。ね、この日のアフレコめっちゃ楽しかったですよね。楽しかった。あの、なんだっけ、特に、吹き飛ぶシーンが、みんな思い思いの。そう。わーみたいな。そう、面白いのが、そう、一人ずつ立って、一応一人ずつやっていくんだよね。そうですよね。それが、みんな違って、しずくちゃんどんな感じでやってた？なんか、とにかくもう満面の笑みで、わーみたいな。何喜んでるんだみたいな。最強。ゆっこちゃんはあれですね、飛ばされた後の目が回って。あ、そう。ほらひれほら。やってたら、ね、昭和かって言われて。あ、言われてさ。そう。それは使われたのかどうかちょっと、ぜひ、ね、もう一回チェックしてもらいたいですね。ちゃんとね、みんな。わー、ほんとありがたい。続いては、あ、特別版の第9話ですね。9話。あんずちゃん。あんずちゃん。確かに。欲しいな、このうさぎ。このうさぎ欲しい。けどすごい、アンズちゃん、ほんとアンズプロデューサーって感じでしたね、これは。何よね。あの、なんかこれを売り出すにあたっての。あ、この顔ちゃんと考えてるんだよね。すごいわ、ね。なんかあの、その、なんだっけ、この話で、アンズちゃんのあの幼少期の、あ、出てきたじゃないですか。うん、めっちゃ可愛くて。可愛い。てか、その、なかなかないよね、幼少期出てくる。ない。そう、アニメでもなかったから、いや、これはありがてえ、ありがてえって思って。ありがてえ。ありがてえよー。けどね、こんな、こんな顔で、ゲーとしてる。このアンズちゃんも可愛い。いやー。あ。お、これは特別版ですかね、の、パッケージ用の新作のアニメ。そうです。これはあれですよね。あの、漫画でも、シンデレラガールズ劇場でも、あるやつなんですけど、映像になったのはここが初っていうことですね、パッケージで。さなえさんを、普段この服を着てね。ね、すごい、なんかこの緑の中にすごい目立つ。目立つ。なかなかいないですよ。いないね。いいな。この現代。さなえさん、ほんと、アグレッシブ。とっても素敵。いいお姉さん。我らのリーダー。リーダー、リーダー。リーダー。リーダー。このアングル、いいんですか？いいですかね？いいんですか？すごい。ありがとうございます。ね。ほんと感謝しかない。感謝しかない。感謝しかない。この回というか、3作特典 DVD に入ってるけど、タイトルがね、ボ4の回。なんだろうね。ねえ、なんだろうね。ちょっと、私たち、何があれなのか分かんない。そうなんですよね。ああ、愛理ちゃん。愛理ちゃん。愛理ちゃん。もう、この1話が愛理ちゃんのなんか、なんかイメージ映像みたいな。ほんとそうですよね。愛理の良さが詰まった、ね。バスになってて。あ、ネックレスがなんか、月沢さんって。ほんとだ。いやー、これはもうたまらんです。あー、これはお部屋なのかな？ね、お部屋なのかな？確かに。ね。あー、かわいいなー。もうダメだ、かわいいしか出てこないな。そう。あのね、これ見てるとね、語彙力がなくなるんだよね。はーと、かわいい。抱きしめたい。ね。来ましたよ。来ました。しずくさん。しずくさん。しずくさん。ダメよ、絞っちゃいや、もうね。いやー、これはちょっとプロデューサー困るよ、これは。困っちゃいますよ。しかもなんかあの、
ボヨンっていう音、うんうんうん、音がわかんないですけど、うん、全然わかんないですけど、うん、なぜなんかしずくちゃんの時だけちょっと重い気がする。重い気がする、なんでだろうね、なんででしょうね、何がどう違うのかわかんないんだけど確かにすごいな、重いし、うん、ボン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 何重にも重なってる気がする。そう、うん、ね、でもね、とても可愛い。あ、でもこの服装すごい大好き。ね、可愛いですよね。可愛い、うん、やっぱね、うん、すごいスポーティーな格好を、うん、やっぱり酪農娘なんでね。そうだね、似合うショートカットに、うんうん、そうなんですよね。まあ、ね、こちらはね、DVD のね、ブルーレイ2巻を手に入れてね、買おう。ね、これはね、これは買いですよ。これはね、みんな本当に見た方がいい。本当に見た方がいい。これ動く映像でね、やっぱり見た方がいいよね。あのね、漫画、うん、私これ漫画は全部読んでたんですけど、うんうんうん、ね、やっぱね、全然違う。違う。どっちも良さがあるもんね。そう。うん。でもアニメはね、うん、なんかさらにやっぱり動きがあるっていい。あ、動きがそう、うんうん、音があって動きがある。動きがある。素晴らしい。素晴らしいね、うんうんうん。演じられて幸せですわ。ほんと。ね、ほんとそうですね。はい、ということで、以上、感激トークでした。さて、そろそろ番組も終わりに近づいておりますが、はい、ここで改めてアニメの放送情報をお伝えしたいと思います。はい、はい、東京 MX と BS11 で毎週火曜日21時55分より放送中です。そして佐賀テレビ毎週火曜日25時55分より放送中です、うん、はい、さらにいくつかお知らせをエリピョンさんお願いします。はい、はい、ブルーレイ&DVD 情報です。第1巻は好評発売中、うん、第2巻はテレビ版第5話から9話までと特別版第5話から9話までの全10編を収録した本編ディスクに加え、はい、特典1特典 DVD ですね。パッケージ用の新作アニメ1本と ノンテロップエンディング2を収録、はい、そして特典2つ目、はい、特典 CD なんちゃってコメンタリーと5月エンディング曲エチュードは1曲だけのショートバージョンを収録、はい、さらに特典3つ目、直筆サイン入り特選メモリアルパネルが抽選で当たる応募ハガキがついてきます。ブルーレイは税別3500円、DVD は税別3000円、うん、6月28日発売予定です。お楽しみに。もう買い求めやすいですね。そうですね。いや、はい、でパッケージが今ここに、ここにじゃあこれ見せていいの。じゃあセクシーギャルティー。セクシーギャルティー。セクシー。嬉しいですね。いや、嬉しい、こんな表紙に、ねね、来るなんて。いやー、しかもキービジュアルでは、うんうん、なんかこの、見たことなかったから、確かに、この絵を。確かに。だからここでなんと見ることができて、ね、しかもなんかさ、何気にカードで見たときにゆっこの下の部分って見れてなかった。あ、こんななってたんだと思って。確かにブーツ、そうブーツとかね、うんうんうん、しずくちゃんもなんかすごいスポーティーで ね、スポーティーで、やっぱこの絵柄いいね、かわいい、かわいい、いや嬉しいですな。嬉しい。いや、私たちと言ったらやっぱりセクシーギルティーで猛烈夜直しギルティーをね、うん、歌わせていただきましたが、いやレコーディングもね、うん、どうですか、すごい楽しかったよね。楽しかったですね。なんか、うん、結構やっぱ吐息多めというかそうですね、歌以外でも、うん、こう吐息だけを取ったりとか、ああ、そうですね、ここも吐息入れるんだってところ結構いっぱいありますよね。しずくちゃんのなんか、うん、歌ったポイントとかセクシーギリティ、そうですねやっぱりあの思ったよりセクシーに、うん、あのいつもの元気さよりはもっとセクシーにという感じで、だからなんかこう、ここは跳ねさせて歌いたいんだけど、うん、我慢みたいな、あ、今日はセクシーなしずくよっていう感じでやりましたお、はい、お、今回もじゃあもはもはね、ちゃんとね、うん、もーってやってます。もーになってるんですね。もーって、はい、しかもさ、なんかみんなさ、こうズババーンとムムムーンと
桃む、え、なんだっけ、あ、ありますね、あのフルで聞いてもらうと、そう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 、やっぱね、みんなの良さが詰まってるんだけど、やっぱしずくちゃんのところは本当、らしさがみんな詰まってて、いい、そう、あ、そうだ、なんかゆっこはすごいね、セクシーで作ってたの、なんかセクシー感じでね、いやちょっと今セクシーだったかどうかそうですね、ちょっとね、あんまり伝わらなかったかも、ちょっとごめんなさい、でもセクシーで持ってったら、はい、いやセクシーを頑張ってやってるんだけど結局バカっぽくなっちゃうゆっこをやってくださいって言われて、はい、そのなんか、そのなんていうの、もう一段階、はい、なんかゆっこらしさを出したゆっこでやらせてもらって、ちょっとセクシーになりきれない感じをちょっとぜひ聞いてほしいなって、あ、確かに、いや、うん、みんな、そうですね、本当、いや本当にね、この曲は本当セクシーギルティによるセクシーギルティのセクシーギルティにしか歌えない歌えないそんな曲だなって本当、そうですね、頭から離れないですね、本当、口ずさんじゃ、なんかいつかね、本当3人で歌える日が来るといいなって、それは本当に願ってます、そうね、でもボディースーツだけ、うん、ボディースーツはあれはね、着れない、ちょっとね、本当セクシーすぎますね、ちょっとね、さすがギルティ、ギルティですか、ギルティギルティギルティですわ、はい、ということでね、引き続きアニメシンデレラガールズ劇場をよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、え、ちなみにこの番組、シンデレラガールズ小劇場の次回の放送は約1ヶ月後になります、はい、詳しい放送情報は決まり次第公式ツイッターなどでお知らせいたします、はい、はい、ということで、あ、終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう、いただきよう、ありがとう、一緒にいてくれてこちらこそ、こちらこそありがとうございます、そうですね、またどこかで、はい、お相手は及川しずく役の野口ゆりと堀ゆう子役の鈴木えりでした。